それでは芸術祭に向けて映画の内容を決める企画会議を行いたいと思います。はーい。早速だけど、みんなはどんな映画がやりたいっていうのはある？どんな映画ってジャンルのこと？サスペンスとかファンタジーとか。うん、ジャンルが決まったらテーマも絞れて内容も考えやすいかなって。なるほど、うん、なら私アクションがいいな。格闘技でどんどん敵をやっつけてく感じのやつかっこいいよね。面白いとは思うが、そんなアクション俺らにできんのか？まあそれなら問題ねえか。じゃあアクションを候補にして、他には何かない？怖いのにするのってなんかほらもったいないでしょ。だからもっと明るくて楽しいのにしよう。絶対その方がいいと思う。焦りすぎだろ。じゃあホラーは置いておいて、他の案は？待って、一度に言われるとわからなくなるから順番に。今出た案をまとめると、アクション、ホラー、家族もの、動物もの、 SF、 料理、青春、サスペンス、時代劇、西部劇、それから コメディーも。みんな積極的にアイディア出してくれるから案はいっぱい出たけど、このままだと収集がつかなくなりそう。そろそろ何かに決めないと。みんな十分意見も出たし、次はこの中からどれにするか絞っていきたいな。もし話し合いで決めきれないなら投票とか。全部やるってどういうこと？どういうこと？そんなジャンルをごちゃ混ぜにした映画なんて撮れるわけ？本気で言ってるの？そんな映画見たことないって当たり前でしょ。どう考えたってまとまるはずないし。ダメだ。そもそもノリが違いすぎて全然ついていけない。
諦めちゃダメだ。このままだと本当に収拾つかなくなっちゃう。私が何とかしなきゃ。あのみんなちょっと落ち着いて。おい、草薙が困ってるだろ。つうか、そんな全部詰め込んでもよくわかんねえ話になるのがオチじゃねえか。東雲くん確かにね。私もアキトに賛成かな。ジャンルは一つに絞って、そこにみんなもやりたいことを足していったらいいんじゃない。ほら、アクション映画の中にも泣ける要素とか入ってたりするし。なら決まりだね。ジャンルは絞って、そこに入れられそうな要素がないか考えていこう。それでいいかな、草薙さん。うん。よかった。二人がまとめてくれて、おかげでめちゃくちゃな内容にはならなくて済みそうだけど、このノリが続いたら私ちゃんと監督やりきれるのかな。それじゃあ今回の映画はアクションもので決まりだね。うん。それでこの後はどうするの？とりあえずみんなにあげてもらったいろんな要素を参考にして、私の方で脚本を作ってみて、それが出来上がったらみんなにも見てもらいたいんだけど、いいかな？うん、楽しみにしてるね。チャイムも鳴ったし、今日はこんなとこか。そうだね。それじゃあみんな、お疲れ様。疲れた。一回盛り上がるとすごい勢いだったな。私じゃ全然止められなかった。お疲れ。お疲れ様。大変だったよね。みんな好き勝手言うんだからでも二人ともさっきはありがとう。何のことだ？映画の内容がめちゃくちゃになりそうだった時、二人が止めてくれたから。本当は監督として私がもっとみんなをまとめなくちゃいけなかったのに。そんなの気にすることないって。草薙さん一人で作るんじゃないんだし。あのまま進められたら俺らも困ることになってただろうしな。うんうん、監督大変だとは思うけど、私たちも草薙さんの力になれるよう協力するから。困ったことがあったら何でも言ってね。うん、ありがとう。